バンヘイレンから学ぶ契約書作成の極意、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。昨年ロックバンドバンヘイレンのギタリストエドワード・バンヘイレンが亡くなりました。エドワード・バンヘイレンといえばロックギタリストに多大な影響を与えたタッピング、いわゆるライトハンド奏法を広く普及させたことでも知られています。またアルバムはアメリカで5650万枚以上、全世界で8000万枚以上を売り上げています。そのバンヘイレン、契約に関しては相当シビアだったそうです。そこで今日は契約書作成の極意について分かりやすく解説します。バンヘイレンのツアー契約書には決まって楽屋に茶色抜きの M&M's のチョコを用意することと明記されていたそうですが、全く意味不明です。ですがこれには明確な目的がありました。ファンの中にはただのわがままだと誤解していた人もいるようです。まずは M&M's のチョコですが、アメリカのチョコレートブランドです。これ大変有名で日本でも発売されています。特徴はチョコレートが砂糖菓子でコーティングされ、その上から様々な色で着色されています。そして M、 英字の M ですね、 M の白文字が刻印されている、こんなチョコなんです。そして夏場など暑い時期にチョコレートが溶けたりして手にべったりねつかずに食べられると。でこの M&M's のチョコの中から茶色だけを抜き取るのは骨の折れる作業でしょう。決定力正しく選択するための4つのステップという本にはこの秘密、バンヘイレンの秘密が記されています。契約に M&M's 条項が盛り込まれていたのは明確な目的があります。この第126条にはこう書かれています。楽屋に茶色抜きの M&M's のチョコレートを用意すること、これに違反した場合はショーをキャンセルの上全額の保証を求めるものとする。この条項は無数の技術仕様のど真ん中にこっそりと隠されていました。ボーカルのデビッド・リー・ロスは新しい会場に着くと楽屋に直行し M&M's のボールを確認しました。茶色の M&M's が一粒でもあると設備全体の総点検を要求しました。間違いなく技術的なミスが見つかる、契約書を読んでいないからだ、もう少しでショー全体がめちゃくちゃになりそうなこともあったとデビッド・リーロスは話しています。この背景にはバンヘイレンは大規模なステージプロダクションを市場に持ち込んだ最初のバンドであり、舞台装置が超複雑で下手をすると自分たちが危険にさらされる可能性があったからだという説もあります。事実バンヘイレンのライブは派手な照明なので電力とか火薬を、たくさん使うわけなんです。またツアー自体が過酷なスケジュールだったので細かいところまでチェックする余裕がなかったというのも M&M's 条項を契約に盛り込んだ理由のようです。いずれにせよ契約内容にどうでもいいような内容を盛り込んで、それがちゃんとできているかどうかで契約内容を隅々まで読んでるかを判断していたのです。そして隅々まで読んでいない契約相手は仕事に関してもいい加減だということなんです。このような方法で契約相手を信用していいのか悪いのかを判断するのは初めて聞きましたが、デビッド・リー・ロスは間違いなく技術的な間違いが見つかると経験値で言っています。契約前にも十分に相手を調べるでしょうが、契約後にも相手をテストしてリスクを減らしています。このバンヘイレンのですね、契約書の作成方法、非常に有効だと思いました。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL が記載されています。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。